皆さんこんにちは。日本子ども協会の熊谷です。本当に美味しい。2005年ぐらいからお好み焼きというのを提案してきたんですが、いよいよね、皆さんにもね、このお好み焼きをもっとね、広めなくちゃいけないって、そういうタイミングに来てます。今日はですね、なんとじゃんです、キャベツのこの芯とか、この外葉ですね、普段なら捨てちゃうようなとか、またはこのおネギのこう根っことか、こういうヘタとか、そういう部分を使ったお好み焼き紹介したいと思います。こういう外葉のこれちょっとね、普段は絶対使わないところ、葉っぱの硬いところは後で細かく一緒に切るので、でこの千切りしたキャベツは大体 3,4 センチぐらいのちょっとカットしておきます。さあここからですね、でここの部分がやっぱりちょっとこのどうでしょうね、この中は柔らかいんだけど、この縁のこのとこがちょっと外したいので、とりあえずここまで切っていきます。でこれをさらにこういう感じで内側のとこだけを外すと、これをまた細かくしていきましょうね。こういうふうに中の芯と外を取ったここの部分だけはもうこの硬いとこなので、これはさすがに廃棄します。お好み焼き1枚にキャベツ 150g っていうのが私の基本レシピなので、今ここに葉っぱの部分ですね、外葉が 70g 入ってますから、あと 80g この芯のところから入れていきます。今日はちょっと半割ぐらいでいきましょうかね。刻んでいきますね。こうね、ちょっとこう砂がちょっと入ってる、もう取りにくいところ、そういうのを外しましょう。では生地を作っていきます。ニシンのお好み焼き粉 50g、 お水は 70g ですね。生地を入れます。上にやっぱかけた方がですね、この引力で生地がこうキャベツに入っていきますのでね。そこに今度は、天かす、今回はやっぱキャベツの芯がしっかりしてるんで、その分このちょっと天かすも多めにしてあげた方が美味しいと私思うんで、2杯ぐらいね、かけましょう。そしてあとちょっとまあお好みで紅生姜ですね。で、お好み焼きの大事なポイントですが、混ぜたらすぐ焼く、これがポイントです。なのでちょっとフライパンを用意してから混ぜてください。火は初めは強火で OK です。まずですね、まず卵をトンと黄身を潰した上で、この生地を中に入れながら、そこからぐるっといきます。こういう感じですね、ぐるっとそこから返して、こうね、キャベツ一辺一辺が生地にこうまとうような、そういうイメージで混ぜてください。じゃあこの辺でコロンと置きましょう。生地をコロンと置きます。さあそしてまずは周りを整えます。で次にこの押さえないということです。まあ、生地がの中にですね、まあ、この全体に空気をうまくこうなんて含んだ形で縦にしてやっていくと。で今ちょっと中火にしておきます。この豚のバラですが、これ縦にこうね、この豚の脂身が外に来るように置いてください。脂身の脂でこの縁がこんがりするためのこの脂身外ということです。自分の方へ向けて返します。こういう感じですね。蓋をします。で弱火でスクリ4分いきます。さあそれで4分経ちましたので開けてみましょう。わー、すごいこうね、真ん中がふわっと膨らんでるの分かりますかね。うまくいった証拠です。これで最後1分ですね。もうショーのままでいきます。最後仕上げにソース塗っていきますね。で今度はこの削り粉です。あのね、カツオを乗せる人もいるんですけど、まあ、私はちょっと削り粉派。エコノミ焼きできました。もうあのキャベツの芯と外葉という、本当にあのいつもは捨ててるところで、もうちゃんと2枚分できるんですが、この1枚をですね、今からいただきます。これ本当に美味しい。
なんか芯とか何かも言われなくても全然分かんなくて、芯のところがもうほんとホクホクしてるというか、今回このキャベツ外葉2枚とそれからその芯ですね、それだけで本当に味も食感も良くなるってことが分かりました。ぜひ皆さんもお家にあるいろんなこれ食べれそうやけどなんかいつも捨ててるみたいなところをいろいろね、このお好み焼きね試していただきたいです。基本も細かく刻めば大体のものが美味しく仕上がるというのがありますので、ぜひいろいろ試してみてください。やめていきます。どう？美味しい。